こんにちは。よくしゃべる聞き上手、公認心理師の岩松正文です。今回のテーマは浅い共感と深い共感の違いということで、まず最初にお知らせです。私、岩松正文が開催している傾聴の講座の体験ができる Zoom での体験会を毎月開催しています。概要欄にリンクがありますのでチェックをしてみてください。では今回のテーマ、浅い共感と深い共感の違いということで、傾聴やってますとどうしても大事になってくるのが共感の深さということになってきます。共感が大切だということは大体皆さんご存知なんですけども、じゃあ共感って何なのかと、あるいは共感を示すっていうふうに言いますけども、果たしてそれは正しいのか、そういうところをちょっと掘り下げて考えて深く理解していくとより良い傾聴になっていくと思いますので、今日は共感の話をしていきたいというふうに思います。一般的によく言われるのは共感を示しましょうっていうふうに言われまして、まあ、それをそのまま言葉通り受け取ってですね、あなたはそうなんですねっていうふうに、まあ、これが共感を示したことになるそうなんですけれども、これをいうことを練習されている方っていうのがたくさんいらっしゃいますと。まあ、外から見た見かけで言えば間違いでもないんですが、共感を示すって言った場合によくよくその言葉を考えていくとですね、共感というものがあってそれを示していかなきゃいけないわけですね。でその示すっていうのはなんか相手に何かを与えるみたいに感じている方が多いような気がするんですが、共感ってもともとよくよく考えてみたら感じ方ですよね。共感っていうのは自分の中に起きている感覚のことが共感なわけです。共感を示してあげるって意味がわからないんですよ。私、共感は自分の中にあるものですよね。自分の中にあるものを示してあげるって、これ日本語としてもおかしいじゃないですか。だからまず共感で最初のポイントは、共感をあなたは感じてますかっていうことですね。そうすると感じないまま応答している方もいるんですけども、いやいや感じてるよと、あ、この人はそうなんだなと分かったから、あなたはそうなんですねと応答してますって方もいると思うんですね。でも私が言わせると、この共感を感じるが浅いんじゃないかなと。浅いというのはもうちょっと具体的な表現をすると、反射的に応答してるだけなんじゃないかなと、こういうふうに思うんです。あ、ここが重要な表現だ、ここが重要な気持ちだと感じた瞬間に、あなたはこうなんですね、こういうふうに返している方も結構いらっしゃるように見えるわけです。でも共感っていうのは深さがあるわけですから、反射的に返すだけだと深さっていうのは出ないと思うんですよね。また傾聴というのは相手の気持ちを理解するということなので、その共感というものと気持ちというのの関係を考えてみても、じっくりと自分の中に落とし込んで感じきって、その感じきった感覚で伝えなければ浅くなるだろうというふうに私は思うんです。ですから、まあ気持ちのワードのようなものを聞き取った時に、それをあなたはこうなんですねって返すっていうのは、見かけの形としてはそれで正解なんですけれども、その何を自分はアウトプットしているのか、どう思ってアウトプットしているのか、相手に伝わるのは言葉だけじゃないですよね。自分が思っている思いが一緒にそこに乗って伝わっていきますから、思いプラス言葉、この組み合わせで共感の本当の深さっていうのは決まっていくものだと私は思ってます。そうすると何か感じますね、相手の発言から。ああ、この人そうなんだなと感じたら、まあ、その瞬間別に応答はしてもいいんですけども、まあ、それよりもまず大事なのは、その感じたことを自分の中に落とし込むっていう作業を十分にしてからアウトプットしないと、自分のものとして出てかないですね。鏡のように、まるで防御壁のようにですね、ポン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 とこう返してる人いるんですけども、これだと自分の中に入ってないですよね。一回受け取った感情を自分の中に落とし込む必要があります。これをよく私はとどまるって言いますね。何か感じた瞬間にパッと反射的に応答するんじゃなくて、自分の中にグッと入れていくと。で、入れるためには一回感じた瞬間にとどまらなきゃいけないですね。いきなり入っててくれたらいいんですけども、いきなり入らないということもありますから、何か感じたなと思ったら、感じてる自分を十分に意識すると言ったらいいでしょうか。ああ、こういうふうに今自分の心が感じた、反応したと、ね、反応したってやってる時間っていうのは、もうとどまれてる時間だと思うんですけども、で、それをですね、十分に味わっていくと。あ、この人こういう感じなんだ、こういう感じなんだと。話し手さんの言葉を一つの、まあ、触媒きっかけとして自分の心が動く、その動いた気持ちを十分に自分の中で感じに行く、まあ、これを味わうというふうに言ったりしますね。そして
そっかそっか、こういう感じなんだ、こういう感じだとしたら本当に、まあ、例えば辛いだろうなとか、こういうふうに自分の中に落とし込むんですね。まあ、簡単に言ったら相手のから聞いた言葉を自分のこうパクッと口で食べてですね、もう胃の中に落とし込んでいくみたいな、まあ、こんな感じにも似てるのかもしれません。で、とどまって味わって落とし込んでいくと。で、とどまって、はい味わいました、はい落とし込みましたって、こう一直線で進めばいいんですけども、やっぱり味わい切るためには、まあ、例えば食べ物を食べた時もむしゃ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 何回も咀嚼すれば咀嚼するほど噛み砕かれていくわけじゃないですか。で、そして吸収が良くなってきますよね。それと同じように私の感覚で言うと、その自分の心で感じたもの、共感をですね、ぐる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 自分の中でですね、回してる感じがあります。この回してる感じっていうのは何とも感覚的な話で、皆さんにスキルとしてね、直接お伝えしにくい部分ではあるんですけども、まあとどまる、味わう、うん本当にそうなんだ、なるほどなるほど、あこういう感じなんだ、一つの感覚がずっと固定した形でそこに存在するわけじゃないですよね。なんかこう強くなったり弱くなったり、その感覚そのものも自分の中で少しこう動いて変化するわけですね。それをまあ十分にこう感じてるという状態でしょうかね、ぐるぐる回すっていうのは。とにかく急がず焦らず、外にいきなり出そうとしないで、自分の中にその感覚を留めておくと。こういう時間を十分にとって、ようやく自分の、まあ、ある意味血となり肉となって、本当に自分自身の感覚としてはそこに出てくるものだと思うんですよね。で、それを感じた上で、いわゆるまあ繰り返しとか伝え返しという形で、何々なんですねというふうに返していくと。こういうふうにすると深みが出るわけです。だから言葉を聞いて言葉をポン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 って返しているのは全然深まらないと。よく深まるように聞きたいんですけどとか、相手の方を深めたいんですけどっていうおっしゃる方いるんですけど、まあ、その大前提として聞き手が先に深まってなければいけないっていうのがあるんですね。聞き手が深まってないのに話し手さんから先に深まるってことは基本ないんですね。それってまあ傍観者じゃないですか。外から、ああこの人深まった深まったって見てるって、本当に他人事ですよね。でもただの他人事になってしまうので、そうではなくて、共感っていうのは心温かい本気の他人事、まあ、ロジャースに言わせると、この心理的に、ね、巻き込まれていないけれども、そこにですよ、本当にリアルにその人を感じている状態、これが共感ということですから、自分がリアルに感じるためには外から眺めるんじゃなくて、自分の内側を自分で眺めていくと。相手との関係の中で自分が感じている自分という存在、その存在の内側を十分に感じていく、味わっていく、まああるいは落とし込んでいく、まあぐるぐる回すかどうかはその人の好きで別に構わないと思うんですけど、まあこれ個人的な趣味かもしれませんけどもね、っていうことをずっとやっていくと。だから深めたいなら先に深まれって、こういう結論になるわけですね。どうでしょうか、これを今聞いてくださっているあなたは、まあ、例えば深くね、相手の方が深まるような聞き方をしたいと思ってたとしましょう。深く共感を示したいと思っていたとしましょう。ではその時のあなたは本当に先に深まってますか。そこを見直してみられるといいと思うんですね。だから、まあ、言葉をね、言葉尻をその表面に出たものを返すっていうのは、まあ初心者入門者の方の練習としてはそれは正しいやり方なのでいいんですけども、それいくらそこをいくら上手くなっても深まっていかないわけですよね。だから本質的な部分に近づいていくためには、自分の中に入れて自分の中の感覚を十分に味わっていくという作業、これをしていくと深まりやすくなるよというお話です。で、このようにですね、自分の感覚に意識を向けて自分の中で起きているものをね、ある意味心温かく観察したり味わっていくという姿勢、まあ、これのことをいわゆる一致というふうに言ったわけですね。ですのでね、傾聴で一致が一番大事だっていうのは最もなことで、自分の中に入れて自分の中で自分に味わっていくと。で、その感覚をもとにして、本当にこの人そうなんだなぁ、でね、この感覚ですよ、本当にこの人そうなんだなぁって、いやーこの方には本当にそれは無理だろうなぁと自分が感じた時、それが共感が起きている時ですから、それは相手に伝えてもいいんですね。だから共感を示すっていうと、なんか外にあるものを与えてあげるみたいに言うんですけど、全然それは違いまして、自分の中で共感できたものを共感できた程度に出すしかないので、自分の中で十分に共感できるようにまず、まあ、ある意味準備を整えて、それが本当にそうだなぁとね、共感がまさに起こったら、それを相手と伝えて共有していくって、これが正しい、共感の、ね、示し方といいますか、伝え方のやり取りっていう風になるわけですね。
傾聴やってる方だったらご存知だと思うんですけど、傾聴の基本的態度、3つの基本的態度ということでね、一致受容共感っていうのがありまして、これは1957年の発行された論文、パーソナリティ変化の必要十分条件っていう論文があってね、そこに6つの条件が書いてるわけです。その中にね、一致や受容や共感が大事だよって書いてあるものですから、ロジャースの3条件っていうふうにね、そこから引用されて、有名になってたわけですけども、その6つの条件の中にですね、セラピストですね、カウンセラーのことセラピストって書いてありますけど、セラピストが感じている無条件の説教的関心、これ重要なことですね。それと、共感的理解、これ共感と一般的に言われるものですが、これが最低限クライアントに伝わっていることっていう条件が中に入っているんですね。需要と共感は最低限相手に伝わってなければいけないって、これを誰かがですね、解釈を間違って需要を示しましょう、共感を示しましょうっていうふうに多分訳したんだと思うんですけども、そうじゃないんですよね。こちらも十分、このセラピストさん、カウンセラーさんは十分に私のことを感じてくれてるんだなという感覚が伝わってなければいけないって言ってることであって、あなたはそうなんですねって繰り返ししましょうって言ってるわけじゃないんですよね。ですから、そのことからも、クライアントじゃなくてカウンセラーですね、カウンセラーとか聞き手が十分に感じるということがまず先にあって、それがないとですね、共感を伝えることもできないし、伝わることもないっていうことですから、ぜひですね、話を聞くときは相手と向き合った時の自分の心の動き、そこに関心を寄せて、とどまって、味わって、落とし込もうという作業を一生懸命ですね、感覚の落とし込みを一生懸命していただいて、その自分の中で、そこで、本当にそうなんだなと感じた部分を相手に伝え返しをしていくと、これがちゃんとした共感が伝わる応答になりますので、よかったらやってみてください。今回のお話は参考になったでしょうか。ではまた次の収録でお耳にかかりましょう。毎月開催している傾聴の体験会では、皆さんの傾聴に対する疑問にお答えをしています。傾聴を初めて学ばれる方、また学習経験者でどうやって傾聴をすれば楽に聞けるのかよくわからない方、こういう方々にぜひお越しいただきたいと思います。概要欄にリンクがありますのでチェックをしてみてください。また最新の日程はメルマガから配信をしています。概要欄にメルマガの登録もありますので、そちらもチェックしてみてください。